第6回目です。どうもミツです。よろしくお願いします。天神の実況をやっていきます。あやつりつかさ編ですね。仲良しルートです。お願いします。前回はなんか、この変態のトラウマを解消しようということで体育館に連れ込まれていったんですけど、そんな中後輩の女の子なのかな、わかんないけど、怪我をしてしまったうんぬんかんぬんがありました。果たしてそれがどう影響してくるのか。あやつりさんと一緒に高橋先生に呼ばれたぞ。二人で一緒に先生のところへ行こう。ほらやっぱあれだよ、怪我させたみたいな感じでなっちゃうんじゃないか。大丈夫か、怒られちゃうんじゃない。あ、そうだ、そういえば僕とあやつりさんは高橋先生に呼ばれてたんだよな。よし、忘れる前にあやつりさんに声をかけて一緒に高橋先生のところに。ねえ、あ、あやつりさん来たね。今から私高橋先生のところに行くけど、あなたも呼ばれてるのよね。うん、僕もあやつりさんに声をかけようと思ってたところだよ。そっか、じゃあ一緒に行きましょうか。うん、そうだね。あー、でもあやつりさんだけじゃなく、どうして僕もなんだろう。その場にいたからじゃないの。あの1年生の事故の時一緒にいたからじゃないの。私たちに事情を聞きたいって言ってたし。あー、なるほどね、そういうことか。その女の子も一緒に行けばいいのに。すみません、お待たせしました。廊下でやるんかい。職員室とかじゃないんだね。ごめんね、二人とも。いえ、別に。じゃあ早速ツリーの件なんだけど。はい。本題から言っちゃうとね、今回のことで市から通達があったのよ。通達ですか。ええ、今年からツリーの設置は市の方で行うようにする。まあ怪我人が出ちゃった以上はね。え、なんでも生徒がツリーの準備中に怪我をしたって話を聞いたらしいのよ。それで危険な作業は任せられないって。そう言われたからにはこちらとしても対応しないわけにはいかないから。それで詳しい話が聞きたいと。ええ、そうなのよ。わかりました。なるほどね。でも大したことなかったんですよ。大したことないからといっていいというわけではない。そうですよね。まあだろうな。ええ、時間外に作業を行ってて怪我したなんて印象はかなり悪いわね。しかも学校側はそれを知らなかった。すみません。でも突然そんなこと言ってくるなんてどうにかならないんですか。残念だけど決定事項らしいのよ。難しいとこだね。え、絶対ってことですか。そうなの。そんな、とりあえず対応は追って連絡するわ。はい。それじゃあね。あらら、そういう手を使うわけね。え、ん？あ、あやつりさん待って。なんだなんだ。どうしたの急に走り出すなんて。あやつりさん。ああ、こんなのってまさか。お前泣かせたぞ。もうみんな頑張ってくれてるのよ。うん、どうして。どうしてこんな風になるのよ。
そうだよな。お前同じことしか言ってないぞ。怪我だって大したことなかったんだし。やり方が汚いわよ、どっちも。え？どっちも？絶対に許さない。許さないってどうするつもり？直接叩くわ。直接？ええ、ガンプなきまでに。どういうことなんだ？なんだかおかしなことになってきたな。なんだなんだ、死に直接言うのか。おいこれっつって釣りやらせるボケーって殴り込みに行くのかなすげえな、かっけえぞ。それはこれは火水木曜日、また木曜日か。ほん、どうしようかな。会話やりたいけれども3つか。貯めるだけ貯めちゃう、貯めちゃっとくか。こんな時にあれだけど、会話するのもね。じゃあ行きますか。娯楽あった。もう一個は運動だね。好きな、あれいないわ。あ、なるほどね。裏の操り、裏というか仮面が取れた操りさんにも同じ話題を振るのね、これね。私、誰かに憧れることってほとんどないから。そっか。あ、でも上がったぞ。じゃあ勉強。もうこの辺は安牌だね、本当に。成績が悪いと何かと不利だよね。分かってるなら勉強すればいいのよ。うわぁぐさっと刺さる。そうだけど、勉強したくないなら不利なままでも我慢することね。うぅ、選ぶのは自分。かっこいいそうだよね先生あやつり先生。どうしようかな。世間話。ねえ、あなたの子供の頃ってどんな感じだったの？こんなんじゃない？僕の？ええ、ちょっと興味があるのよね多分普通だと思うよ。普通ね。こんな変態が？どうしてそこで疑うの？私が普通の人に興味を持つかしら。そう言われてもなただの変態でしかなかったぞ。じゃあこっから埋めてこうかな。運動ない、運動はない。ないのか。勉強、あら勉強もない。あらら、みるみるうちに下がっていく。まあ埋めるだけ埋めといたっていう感じかな。じゃあこれしばらく何もないの？マジか、飛ばしてこう。んと思ったらなんかイベントが発生した。眠い。何か愉快な出来事はないかな。愉快なってこんな時に。なんだか眠くなってきたな。ちょっと寝ておくかな。でもな。あ、ケン。やあ、神林。懐かしいな。久々すぎてもう声を覚えてないよ。どうかしたのか？どうだ？久しぶりに例のゲームやろうぜ。なんだ？例のゲームって？俺たちの。俺たちの？お宝探しゲーム！どうだ？ああ、お宝探しゲームか。久しぶりに神林の巧みな偽装工作を味わってみたくてな。なんだそりゃ。ってことは、僕がお宝本を校内に隠すのか。なんだそのゲーム。そう。で、俺が探す方だ。二人でやるの？よし、やるか。さすが神戸市だ。そのセリフを待ってたぜ。それじゃあ隠してくるか。お前、あやつりさんに見つかって殴られるんじゃないか？おう。隠したお宝本を見つけたら俺の勝ちだからね。しっかり隠せよ。わかってるよ。隠し終わったら声かけてくれよな。はーい。お宝本の隠し場所を、あ、そうだ、あそこに隠そう。絶対バレるだろ。
やはりここだろうな。まさか剣もここに隠すとは思うまい。これがテクニックってやつさ。よしよし、これで完璧だ。体育館？う、なんだ？あの本、ちょっと名残惜しいな。だったらその本を選ぶな。もしも剣にお宝本を発見されたら、当分の間見られないんだよな。ちょっと脳に焼き付けておこう。お前バレるぞ。それにしても、今日はやけに暖房が効いてるな。暖かいせいか、なんだか眠気が。嫌な予感しかしないぞ。いかんいかんいかん。眠さなんかに負けてどうする。お宝本と別れを告げるんだ。頑張れ、ミツ。男だろ。寝たんじゃないか。まさか飛び箱の中とは思うまい。なんて魅惑的な表紙なんだ。ん？幸いあたりに人影はなしと。よっと。よし、飛び箱の中なら誰にも見られずにお別れが言えるぞ。変態か。僕のお宝僕のお宝。ペラ、見てんじゃねえか。まさにお宝と呼ぶにふさわしい内容だよな。それにしても、飛び箱の中は予想以上に居心地がいいぞ。こいつ狭いところ好きなんだっけ。ボケっとしてる場合じゃない。お宝本との別れを惜しまねば。そうだったそうだった。このページが特に、やはり手放すの惜しい。何やってんだ。これはいい本。終わったな。飛び箱の中で眠る男、すげえな。そんな経験ないわ。ガヤガヤ、大丈夫か。 いつの間にか寝てたのか。欲望に任せて寝てしまうなんて、僕は赤ん坊か。赤ん坊以下だ。まずいぞ、授業が始まっちゃってるじゃないか。どうやら女子の体育みたいだな。この本を見られないように隙を見てここから脱出しないと。ええ、いいですよ。ではちょっと探してきますね。誰か来たぞ。どう考えてもあやつりさんの声だったな。とりあえず静かにしてやり過ごすか。まったく、ボールの空気入れなんかは教員が管理すればいいのに。まあ確かにそうだな。にしても暑いわね。暖房が効きすぎてるんじゃないの。ジャージは脱いだ方が良さそうね。おお、来たぞ来たぞ。お前覗け覗け。ジャージを脱げ。それじゃまさかブルマに。とりあえず外の様子を。うわ、ブルマがこんな近くに。誰だろう。他の段も覗いてみようかな。これ以上下見てどうすんの。これ以上下を見ても、まあでも、あやつりさんの足を眺めるのも一つのありかもしれない。上の段、上だ。上の段を、顔がバレる危険性もあるけど。おお、ナイスです。おお、胸だ。しかもなんという標準サイズ。僕の手にちょうど収まるくらいじゃないか。お前すごいな。見ただけでそんなわかるのか。まさにこの大きさこそが一番美しく見える究極のサイズだよな。さりげなく失礼なこと言ってないか。いや、何を考えてるんだ僕は。これじゃまるでの覗きじゃないか。いや、覗きだよ。ここは冷静におとなしく。もう空気入れなんてどこにあるのよ。イライラするわね。ガン。うわうわ。しまった、つい声を。飛び箱の中か。変態が隠れるには最高の場所よ。バレたバレたね。ガン。う、この言動、まさかあやずりさんじゃん。これはまずいぞ。今僕の手には大事なお宝本が。ここに見つかるわけには。さっさと出てきなさいよ。どうしよう。いい根性してるのね。じゃあそろそろ本気で。待った、やつりさん、僕だよ。
こい。うん。どうしてこんなところに？そうだそうだ。それが実は。そっか、女子の体育を覗きに来たんだ。それで写真に撮って。くそ、バレたか。その通りじゃないけどね。違うってば。勝手に理由を作らないでよ。じゃあ何を？僕のお宝を、うん、じゃなくて、かくれんぼしてたらつい寝ちゃって、気づいたらすでに授業が始まってて、あやつりさんがここに。それで飛び箱の中から覗き行為をすることにしたのね。否定はできねえなお前な。変態変態だから違うっては。まあいいわ、私は許してあげる。え、あとは先生の前で言い訳してね。ちょ、あ、あやすりさん、それじゃ何も解決になってないよ。ああ冗談に決まってるでしょ。うん、そっか。いいからおとなしくしてなさい、黙っていてあげるから。ありがとう。あー、でももし中に入ってたのが僕じゃなかったら。ガン。おとなしくしててって言ったの、私。蹴り殺されてたな。よろしい、その調子よ。あとは任せて。大丈夫だろうな。なんだかあの様子からすると隠れていたのが僕じゃなかったとしても問題ないって感じだったな。何はともあれ助かったんだ。深く考えない方が身のためだな。よかったね。それよりここはあやつりさんに任せて抜け出すタイミングを待つとするか。何やってんだこいつは。まったく。またイベントがないのかな。よっ、うーす。どうした海原。確か今日ってお前の誕生日だったと思うんだが。ああ、誕生日のイベントか。なんかベストと変わんのかね。おお、覚えててくれたのか。いや、俺もさっき聞いたのさ。親友なのに誕生日を知らんのか。聞いたって、誰から。いいから教室の入り口に行ってみな。羨ましいねこの。へえ、変わるんだ。ベストとここで仲良しだと違うんだ。へえ。ベストだとあれだよね、家まで持ってきてくれるよね。って言われてもな。あやつりさん。あやつりさん。はあ。どうしたの？僕に何か用事？うん、大事な用。え、大事な？そうよ。はい、これ。え？誕生日プレゼントよ。ありがとう。どういたしまして。なんだろうね。教室で渡すのはちょっと恥ずかしかったから、あなたが気づいてくれてよかった。でもまさかあやつりさんが僕の誕生日を知ってるなんて。あれじゃないか、宮田に聞いたんじゃない。勘よ。勘で誕生日を当てる女、すげえかっこいい。所詮365分の1じゃない。まあそうだね。そうかもしれないけど、そんな無茶な確率あるはずが。あ、これってもしかしてあやつりさんなりの照れ隠しなんじゃ。だって僕の誕生日くらいちょっと調べれば簡単に。それじゃあ言っちゃった。ああ、それにしてもまさかあやつりさんからプレゼントがもらえるなんてな。よし、早速開けてみるか。これ参考書。もっと勉強しろバカーってことか。あれ、何か書いてあるぞ。どうかツルツルの脳にシワが増えますように。え、ああ、この参考書、ポイントポイントにあやつりさんの手書き解説が入ってるぞ。すげえ、まさかこんなすごいものを。ありがとうあやつりさん、すごいね。
これはすごいプレゼントじゃないか。へえ、いいな。増えたのは会話か。でもな、アタックもできないしな。ちょっと置いとこうか。期限があるのはちょっと気になったけど。なにニコニコしてるの？お、なんだ？え、てか、さてそろそろ帰るか。誕生日プレゼントもらえるだなんて僕は幸せ者だみたいなことを思ってて。こんなイベントもあるんだ。何かいいことあったの、お兄ちゃん？あったぜ。なんだミヤか。なんだミヤか。だって失礼しちゃう。悪かったよ。で、デレデレお兄ちゃんは何かいいことあったんですか？デレデレなんかしてない。まあそれはいいから。まったく。実は女の子から誕生日プレゼントをもらったんだよ。え、そうなんだ、よかったね。いいだろう。ありがとうミヤ。どうかしたのか？っていうことはミヤからの誕生日プレゼントはもらえなくてもいいってことだよね？いや欲しい。え、それとこれとは。だってさ、女の子からもらっちゃったんでしょ？いやだったら別にね。もらえるものによるな。まあ僕はミヤからプレゼントもらえなくても別に構わないよ。え、本当に？それじゃあ欲しかった服でも買っちゃおうかな。なんだよ、まだ買ってないのか。まあいいや、それなら僕もミヤの誕生日に何を買うか頭を悩ませずに済むな。ダメだよそんなの。いやいや、しょうがないだろ。ちょっと待って。等価交換だ。今すぐ買ってくるから。ちょっと待てって、冗談だって。待てません。言っちゃった。おい待てってば。そんな感じでミヤと話をしながら家に帰った。へえ、こんなのもあるんだ。ほう、やっぱ違うんだね、仲良しルーツだとね。よし。ねしししし、プレゼントもらえてよかったね。あ、ここ同じだね。はーい、もらえたよ。結局ミヤちゃんから何をもらったんだろうか。じゃあとりあえず今回はここまでにしておこうかな。次回で土日まで行けるかな。ちょっとイベントの料理も料理もよりますけれども、とりあえず今回はここまでにしておきましょう。ツイッターとブログやっておりますのでぜひ覗いてみてください。どうだろう、多分パート数10行くか行かないかぐらいじゃないかな、今回のシリーズに関しては一人ね。じゃあまあそのくらいを目安に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。